はい、次は極ぬらりひょんですね。んー、なんかすごいの手に入んのかな。今回はですね、前回は僕ガシャドクロで、ガシャドクロであいつをやっつけたんだね。僕武士をやっつけたんですけど、ガシャドクロ全然使えなかったんで、今回はね普通に武士にゃんできます。他の人たちは結構強かったんでガシャドクロでもいけたんだけど、時間が相当かかっちゃったかな。さあ行くか。これね、今回戦うの2回目なんだよね。うわわわ、突進してきた。で、今回極だからな。よけて。ちょっと待って、俺ね、あの黄色いなんか、あ、やばい。ちょっと注目外そう。注目外して、あのブルーのやつはちょっとほっといて、この三毛猫みたいなやつ、こいつをね先にやっつけるか。いや、こいつ硬いな、全然ダメージ入ってないんですけど。ちょっと待ってよ、痛い痛い痛い、バカバカバカバ。みんなドイツを狙ってんのかな。みんなが狙ってるやつをちょっと狙うか。あ、これいこうか、ブルーのやつね。みんなが攻撃してるやつをやった方がいいよね。あ、ちょっと待って、終わった。よし、ようやく半分だ。わー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 、すごいな、すごい攻撃してくんだな。あー、ちょっと待って、こっち来んな。追いかけられてる、追いかけられてんだけど俺。避ける避ける、おっと、すごいな、みんなちょっと敵の妖怪が結構足が速いね。これあれだ、僕今太古の魔剣根付けつけてるからね、結構戦えているけど、強力な装備品を持ってないとこれ相当厳しいんじゃないかな。よし、あともうちょい、よし入ったー。さて、ぬらりひょんの前にこいつだ、この三毛猫みたいなやつを先にやっつけるか。んー、なんだこれ、すごいタックルしてくるんだよね。こいつの直線上に入らない方が多分いいな。技使うか。うわっ、ぬらりひょんが、ぬらりひょんのやつが来た。いやー、食らった。違う、ぬらりひょんじゃない。よし、やっつけた。これあれだよね、ぬらりひょん確か第2段階があったから、なんかポケモンみたいなやつ。これ極ぬらりひょんだよね。あ、そんなに強くない、耐久力がそんなにないね、この状態。あー、これちょっとやばいの来た。よし、やっつけた。で、次のポケモンみたいなやつか。なんかさっきのぬらりひょんってドラゴンクエストのキャラクターっぽいな、なんかボス。お前たち、ドラゴンクエスト8にドルマゲスだったっけな、そんな感じのボスキャラがいたんだけど。ちょっと今回は、ぬらりひょん2回目なんでね、ちょっとスキップしないでやりますけど。もう絶対妖怪ウォッチのキャラクターじゃないってぬらりひょん。ぬらレイヤーがな、何回見てもね、なんかポケモンで出てきそうな感じだよね。よし、行くか。すごい、このラスボス感がすごいよね。ラスボスじゃないっていう。避ける、痛い。うん、ちょっと攻撃のあれだね、範囲が結構広いね。ちょっと逃げよう。
走ってきた。うわすげえ。避ける。これ避けきれないんじゃないかな。避けてタックルしてくるんだ。避け、ちょっとやばいの来そうだな。どこ行った。やばいの来んじゃないの。やばいのどこ行った。これか。エンマ大王は助けてくれるかな。お、分裂した。ブシニャンはね、そんなに避けるのは難しくないと思う。うわー、ちょっと言わんこっちゃない。クズギ食らった。うわわわわ、にゃー食らった。死んだ。これか。いやー、やられちゃった。言わんこっちゃない。これあれだね、あれ持ってないとダメだな。うん、そしたらこれだね、身代わり人形をちゃんと持っていかないといけないね。なわけわかんないアイテムが装備してあったけど、これだ。さっきはヌラリヒョンの必殺技でやられてしまったんで、ちょっと今回はねリベンジ。あの分裂してくる必殺技が相当やばかったんで、あ、相当舐めていたな。今の段階はそんなに強くはない。避ける。うわわ、それでも結構ダメージ食らうな。避けて避けて、攻撃して離れて攻撃して離れてを繰り返せば今のところは結構ね、いける。待て、待て、なんかしてくる。なにこれ、上からなんか降ってきた。うわ、その闘神きついな。よし、必殺技溜まった。避けられると嫌なんで、入ったかな。うわー、食らったー。やった。うわー、足蹴り入った。やばい、ちょっとヒットポイントやばいことになった。よし、行こう。どれぐらいで必殺技使ってきたっけ。さっき半分ぐらいかな。まだ出してこないよきっと。やばい、食らった。なっと、避ける、危ない、怖い。なっと、うわー、来る。これだ、これでさっきやられたんだ。うわ、いきなりちょっと食らった。それちょっと反則でしょ。今の避けらんないよ絶対。多分あの球の動きをねよく見てればかわせるな。多分規則性があると思うんだよね。その反射の仕方、ここ多分来ないな。あ、見つけた、いいとこ見つけた。絶対ここは来ない。あー、危ない。よし、なんとかみんなかわしたね。あ、やばい、こんなところ来た。注目ボタン。あー、よーっと、よし、よく溜まった。これでようやく半分。多分あともう一発あのヤバいやつ来るな。避ける、食らった。うわー、嘘、ちょっとタイミング早いって。
でさっきちょっと真ん中にいたら食らっちゃったからちょっと避けた方がいい。お、エマダイオン来た。行くぜ。確かこいつこれ攻撃しまくんだよね。あ、今入ったんだ。適当にやっただけなんだけど。あー、これちょっと終わらせたかったんだけど、多分あともう一発来るなあいつ。あともうちょい、あともうちょい、ちょっと避ける、避ける、避ける、よく溜まった。うっと、こっち来る、食らった。多分あともう一発、あの技いやつ、やばいやつ来るよねきっと。避けて。やっぱ3人だとちょっと時間かかるね。いやー、引かれた、交通事故だ今。太古の魔剣熱気をつけていて、こんな、あー、やっつけた。お肉だき天をつけてね、倒せる時が来るんだろうか。さあ、みんなやり込んでることあって、さすがにうまいな。出口どこ？あ、こっちだ。うん、よかった、倒せて。ちょっと1回失敗してしまったけど、2回目でようやく倒せるようになった。いやー、はい、ということで、まあ、今回はねここでおしまいにしたいなと思います。